はいどうも、シアタイです。今回の動画なんですけども、昨日にですねプロスピトレジャーが登場しました。まあそのねプロスピトレジャーをですね爆速累計回収しました。オーバーランかな、まあ4桁のですねシャベルを集めたということで、今回ですねプロスピトレジャー、まあ美味しいのか果たして走る価値があるのか動画にしていこうかなと思います。昨日にですねクーラーかけながらねプロスピエースをやっていたということで、今現在ねちょっと鼻声なんですけども、それはねご了承ください。イベント画面の方に来たんですけれども、矢印で書いてある通りシャベルね1107個集めてきました。で今現在のね撮影時刻が14時なんですけれども、15時にショップがね更新されます。これねドリルとかね、まだ取っていないので、まあこれ取りながら、やっていこうかなと。でこれね、取るべきアイテムとしては昨日にね一応解説したんですけれども、探知系アイテム、発掘系アイテム、まあこの2種類がありまして、絶対に、ね、取るべきアイテムとしてはこの発掘系、発掘すればですねアイテムもらえますし宝箱をね獲得することができるので、まあ、優先的にね集めるアイテムとしてはこの発掘系アイテムになります。そしてですね消費エナジー集め方に、ね、関してなんですけれども、もともとの、ね、エナジー数プロスピトレジャーに始まった時のエナジー数画像がある通り3286になります。そして今現在の、ね、エナジー数になるんですけども3100、まあ、計算すればですね消費としては186エナジー消費しました。186エナジーね消費したんですけども、どこで集めたのか、自分はですね試練で集めまして、その時なんですけども試練はね2倍することができるんですけども、2倍はね使っていません。まあ当倍1エナジーで全部ね自走作しました。まあ自走作すればですねマックスね6個もらえるんですけども、まあそれをですねずっとやっていました。どういったですね、諸々の情報を話しまして、まあこれからね、消費していくんですけれども、まあどれぐらいのエナジーリターンがあるのか、アイテムはですね、どれぐらいもらえるのかね、今回検証していこうかなと。発掘画面の方に来たんですけれども、発掘をすればアイテムが獲得することができます。まあこのですね、アイテムをね、端からやっていくっていう方法もあるんですけれども、自分はですね、こちらね、報酬の方を見ていきまして、周回数かな、まあ、周回数に応じてランダムボックスで S ラン契約書がもらえることができます。まあこのですね、S ラン契約書とかね、B ランク、A ランク、ゴールド契約書、まあこういったものがもらえるので、まあ端からやるっていう方法、まあアイテムかな、発掘アイテム。まあこちらだけをですね、量産していくっていう方法もあるんですけれども、まあそれよりもですね、普通に周回してランダムボックスも追い求めていく。まあそっちの方がですね、まあ個人的にはいいんじゃないのかなと。まあこういったですね、前回みたいにパターンかな、宝箱の位置が分かればパターンがね、分からなくなったので、まあランダムボックス追い求めながら発掘アイテムを追い求めていく。めちゃめちゃ噛む。まあそういった方がいいんじゃないのかなと。ということで、アイテムね、使いながら全部で掘っていこうかな。1107、これどれぐらいのね、時間がかかっていくのか。まあ、カットカットにしながらやっていくんですけれども、まあ、とりあえずね、掘っていこうかなと。まあ、宝箱をね、狙いつつ周回していきます。で、アイテムはね、まだ全部受け取っていません。デイリーミッション分もね、一応含まれています。宝箱発見、発掘コイン。まあ、この発掘コインね、あと、2周目で一応交換していこうかなと。あと宝箱。まあ、エナジーはね、あんま返ってこないんですよ、これ、トレジャー。エナジーはあんま返ってこない。あと発掘コインね、これめちゃめちゃ余るんですよ。500コイン。チケット。チケットはね、結構嬉しい。試練チケットね、なくなることが多いんで。特訓コーチ。まあ、特訓コーチがね、一番多分貴重かな、発掘アイテムの中では。いや、これ沼ってる、これ。ランダムボックス周回をね、一応したいんですよ。S ラン契約書をもらうために。お、コンパス1個。ということで2周目できました。じゃあ、アイテムね、変えていきましょう、アイテム。発掘コインね、本当に余るんで、まあ、ドリル。で、シャベル。シャベルも全然買ってない。まあ、これ買って、まず2周目。このね、モアイ。絶対ね、周回の初期ね、モアイを必ずやってください。1、2、3。まあ、ここ、おお、宝箱。で、まあ、ドリル。もうドリル使っていきましょう、これ。横。横か。まあ、ドリル使って、まあ、ガンガン掘って。おお、結構いい。結構いい。でもドリルいいね、ドリル。ドリルでこんなもらえる。スカウトピー、うん、ああ球場完成した。あれもう全部、ああそっか、ランダムボックスやか、別にいいか。で、看板で右方向、右方向掘っていけば出てくるはず。コイン本当にね多いんですよ。買って、でシャベル、シャベル買って、ドリルを、していく。ドリル、ドリル、とりあえず6周までかな、6周まで見ていこうかなと。まあ、魂、覚醒かな？覚醒とか結構来るんですよ。覚醒でも一応コイン買えれるんで、まあまあまあ、お、早い。結構早い。いいよ。これで3周目、4周目。4周目か、早いね、これ結構。で、これ取って、看板下。
発掘コイン、発掘コイン本当に、おー特訓コーチ、特訓コーチありがたい。でドリル横買って、こうシャベル、ん、シャベルだってるか、すごいシャベル。でドリル盾使いましょう。ここら辺でいいわ、ここら辺で。お、特訓コーチ、ほんと特訓コーチがね、このプロスピトレジャーうまいのかな。 A ランクってありましたっけ、 A ランク、 A ランクの特訓コーチって発掘ありました？あ、 A ランクも一応あるんか。うん、まあ、A ランクもあって、まあ、シャベル掘っていきましょう。4周目コインもね結構もらえるんで、いやいいね。とりあえず一回沼ってみるか、一回沼ってみるのもありかな。まあ、ランダムボックス6周目以降一回沼るっていうのもやっていこうかなと。あと探知系、まあ、これコンパスもね本当にあんまいらないんで、もう序盤で、ね、使ってください。僕と発掘コイン、発掘コインねこれ余るんですよ。アイテムね、あの交換の可能回数があるんで。うん、宝箱ね、これ確か、お、 B ランク特訓コーチ何枚もらえるやろ。あ、そう、今現在特訓コーチ何枚あるか見とかないと。アイテムで、特訓コーチ、特訓コーチが1、あ、ほぼほぼゼロでした。 B ランク特訓コーチ0、0、1、まあこういった数字だと。でこれがね最終的にどういった数字になるのか見ていきましょう。まあタイブレイク杯、タイブレイク杯もね全然やってないんですよ、時間がない。発掘する、本当にね時間がないんですよ。これ掘ってとりあえず6周まで行きましょう。6周まで、いや発掘コイン、発掘コインもこれも買っとくか。ソナ、いやシャベル買っとかないと。とりあえず探知系ではなく優先的にね、発掘系か、発掘系掘ってください。これ3じゃないとあかんのか。3、お、試練チケットいっぱいもらえる。これ3多分ここ掘ってくれるでしょ、象形。で結構沼ってる、沼、まあ一応沼っていいんか、沼っても別に美味しい、美味しいイベントである。あ、特訓コーチ、今で特訓コーチ3枚出ました。これ1マップで3枚が限度かな、どうなんやろ。5周目いきましょう。看板、お、 B ランク2枚目3枚目かな。エナジーは全然返ってこないね。え、エナジー全然返ってこない。おー見つけました。というこれ次ラストかな。でこれで OK と。で20エナジー、ここからランダムになるんか。まあここからに関しては、まあ、長くなるのでパッとねやっていこうかなと。まあどれぐらい消費したのかやっていこうかなと。あと800か。で、800やから何枚やったっけ。ここで計算すると1107から801。6周目までに使ったね、シャベルの数。まあ、このね、シャベルの数は宝箱の発見によりね、まあ、変わってくるんですけども、大体ね、306シャベル使いました。で、1回のね、自走車で6個もらえるので、まあ、それを割る6すると、数字が出てきます。その数字が51。まあ、大体ですね、51エナジーで、まあ、すべてね、周回することができます。6周か。まあ、累計報酬を達成することができます。まあ、自走車ね、するのが必須になってくるんですけれども、まあ、51エナジーで、まあ、これぐらいの報酬がで、ゲットできるので、まあ、かなり美味しいんじゃないのかなと。まあ、消費したエナジーが50。爆速累計回収、自走車ね、必須の場合だと51エナジー大体かかります。まあ、51から60あたりかな。まあ、範囲的には。ということで、残りね、シャベル800個あるということで、まあ、カットカットしながらね、やっていこうかなと。7周目の方がね、終わりまして、ランダムボックス。さあ、ランダムボックスとしては1500スピメダル。まあ、スピメダルがね、結構集まる印象かな、トレジャーは。9周目のね、まあ、報酬の方見ていくんですけど、S ランクが出るのか、5000コイン。まあ、結構もらえます。掘った数としてはね、5回、6回かな、まあ、?6 回で、1周がクリアできて5000コイン。これは結構ありがたいよね、と。9周目の方ね、クリアしました。9周目の報酬としては、試練チケット5枚になります。10周目の報酬ね、見ていきたいんですけども、10周目としては500スピメダル。S ランク契約書はまだ出ません。11周目見ていきました。11周目果たして何が出るのか、5000コイン、まあ、コイン結構もらえるよねと。12周目いきました。12周目の報酬としては試練チケット。13周目終わりました。さあ球場、お、試練チケット、まあ、契約書類はね未だにランダムボックスは出ていません。今現在ね14周目なんですけれども、かなりね沼っていまして、まあ、出ました。これ14周目が、14周目のランダムボックスの報酬としては試練チケット、チケット多いよねチケット。15周目いきました。15周目の報酬としては何が来る。試練チケット、試練チケット本当に多い。
16周目行きました。16周目の報酬としては5000コイン、はい、ということで全てのねシャベル消費したんですけれども、最終的にはね1000個使って、まあ、17周で残りの宝箱としては約1個で終わりました。でキャラバンメダルではなく、これ何や、何メダルや、発掘コインか、発掘コインに関しては11750かな。まあこの後15時になればね全て交換していこうかなと思います。そしてですね最後になるんですけども、気になるアイテム数ねもう一度確認するんですけども、コインとしては138735コイン、まあコインに関してはこれプレゼントボックスから直接受け取ってるということかな、13万になっているので、でアイテムとしてはまだアイテムは受け取っていません。001と、まあこれがねどういった数字になるのかということで、プレゼントを一括受け取りしていきましょう。一括受け取り、まあどれぐらい売るのか、186消費して、エナジーね、あんま返ってこなかった。エナジー的には74エナジー、186に74なんで112か、マーケットではなく、トレジャーすべて合わせて、1から、17周かな、すべて合わせて74エナジー、回収が74エナジーでして、実質で使ったエナジー数的には112エナジーになります。で112エナジーで使った結果、12500スピメダルで3500ストック経験値、アイテムが139なんですけども、試練チケットも入って139になります。で、B ラン契約書とかね全然ありませんでした。B ラン契約書全く持って出ないんですよ。で発掘コインか、発掘か、発掘アイテムにあの契約書はなかったんか。でランダムもね一切契約書出ていません。でこれで、ね、最終的に引いていくんですけれども、メニューを押しまして、アイテムは、おお、特訓コーチ結構増えてるね。100エナジー使って30枚 B ラン契約書って結構美味しくないですか。これ結構美味しくない、普通に100エナジー25エナジーで1回ね B ラン契約書、まあ、取れるんで、まあ、マックスにねできるあれがないんですけど、ボーナス、まあ、それでもね30枚ゲットできました。まあ、かなりね結構でゲットできるんじゃないのかなと、 B ランクの特訓コーチは。コインに関してはですね、自分の記憶上ではねもともと3万あったんですけども、まあ、最終的には15万、まあ、12万増えています。まあ、コインねアイテム欄に受け取りねあると思ったんですけども、まあ、直接ね付与されます。いやこれでもね12万ゲットできるのはかなり大きい方じゃないのかなと。100エナジーで15万は、まあ、かなり美味しいと思います。あとはですねスピメダルの方なんですけども、ランク戦でね1日約1000ぐらいかな、貯めることができまして、先ほど受け取ったのが約12500、まあ、12日間分のねスピメダルが、100エナジーでゲットできるということで、いやこれも結構ありがたいよねと。限界突破コーチね6万、次回分かな、6月分のもね、もう9万貯まっているということで、まあ、走る価値はあるんじゃないのかなと。100エナジーぐらいであればね走ってもいいんじゃないのかな。その時に自走車は必須になります。はい、ということで、ありがとうございました。ラストですね、契約書ね引いて終わろうかなと。で、まあ、とりあえずね A ランク自チーム、ブセニッツ選手が欲しいので、まあ、自チーム枠楽天、さあブセニッツさん、大銀次選手、さあ A ランクはソブイ選手はありがたい。で、ラスト 30% かな、これ2枚あると。A ランク自チームありました、まだ。これを引いて、ブセニスさん。おー、これ極み。やっと使える。全国大会終わりました。ということで、トレジャーやりましょう。トレジャー。じゃあ30%ラスト引いて終わります。さあ、Sランク果たして来るのか。まあでも今欲しい Sランクね、リアタイかな。リアタイで使える選手、ギャレットさんとか欲しい。リーグに関してはね、もう3700全員揃ったんで、あとエキサイティングでマルさん取る。マルさんは、まあ、確定します。さあ、割れるのか。割れない。ということでラストありがとうございました。今井さん、ぜひともですね高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日もね、動画出していきます。ということで今回は以上。